今回はルービックキューブから少し離れてトランプの解説をしていきたいと思います。その技はこちらです。こういうふうに何枚かあるカードをこう飛ばして回転させて、キャッチするというのを紹介していきます。多分使う機会もないと思うんですけど、面白いんで、ぜひよかったらやってみてください。まず、この飛ばすんですけど、ちょっとこう、あまりに曲がりすぎてしまったりしていると、ちょっと空中でばらけてしまうんで、なるべく新品を使うようにしてください。やり方を説明していきます。まず、だいたい10枚ぐらいを取ります。で、10枚ぐらい取ったら、まずこの薬指と薬指だけでこういう感じで持つことができるようにします。で、この真ん中に角を当てます。で、人差し指をちょっとここで添えて、こうバラバラになってんのをまとめる役割をしてます。で、親指もそんな感じでこの2本でまとめます。で、この中指をこの裏にこういうふうにデコピンの形にします。で、デコピンの形にして、デコピンでパチンと弾くと。で、弾くときに、この親指を少し上から押さえて、こうちょっと反動をつけます。ここと薬指で反動つけて、で、中指弾くと同時にパッと全部離すと。そうすると、回転が起こります。で、回転するときに、ちょっとこの弾く力を増やすのと、ちょっと手首を浮かすことで高く上げることができてきます。まずはこの薬指1本で持って、あとここで角で押して、人差し指と親指でこの10枚ぐらいのカードをこう調整すると。で、中指をこのここにデコピンセットして、バチンと弾く。そうすると飛びます。例えばこういうふうに丸々あるデックをこう上と下分けて、こう真ん中だけ引っ張ってきて、で、この真ん中をこうポンと出すという時に使ったりしますが、マジックをしないのであれば、大富豪とかそういうババ抜きとかにもこうやって遊ぶのはいいかなと思います。